video diary May the 15th, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2020年5月15日、林博史です。こんにちは。今日はイラン、現在のイランのペルセポリスに焦点を当てて動画を、シリーズ化してみました。シリーズ化というのはですね、ペルセポリスに関するあるいはについて今まで私がですね作った動画を、まとめたという意味です。でこのペルセポリスというのは大変重要な位置にあります。ルート1上にあります。ルート1つまり、イースター島から始まってですね、それからナスカから、それから西極点ですね、コラレス島のすぐ近くです。あの UFO 襲撃事件のあったコラレス島の近くですね、ほとんどエラーなしで通ります。そしてギザのピラミッドを通り、そしてその途中でペルセポリスを通って、そして東極点の方に向かいます。地球はね、あの楕円球体であるという点で、計算上の位置とはややずれてきますけども、西極点の半極点が東極点ということになるわけです。そのルート1上にペルセポリスがあるということですね。これは偶然といえば偶然ということになるのかもしれませんけれども、偶然ではないといえばまた偶然でもないということになっていくわけですよね。ですから、ここでは確定的なことはさておいてですね、ともかくもそのルート1上にペルセポリスがあるということです。でペルセポリスで最も重要な点はですね、ダリウス1世が即位した都市国家であるということです。でそのダリウス1世はですね、ペルシアをですね支配した最初の王キュルス1世の後のカンピュセス2世の後を継いで、ペルシアを支配したということになるわけですね。キュルス1世というのは最初の王です。バビロンを攻めてですね、そしてバビロンにいたわけですよね。バビロンの王ということになるわけですけどもね、そのキュルス1世、ペルシア統一を果たした王ということになるわけです。そのバビロンの出身が実はマルドックなんですね。それはそれなんですけど今日のテーマじゃありません。ともかくも、ここでマルドックが出てくるというのも大変興味深いと思います。でキュルス1世と息子のカンピュセス2世はですねマルドックを信仰していました。でダリウスはマルドックを信仰していたかどうかということは分かりませんけども、ペルセポリス の、レリーフを見るとですね、アフラマズダを、世界最古のアフラマズダ像をそこに飾っているところから見るとですね、その流れを組む王だということになるわけです。つまりゾラスター教の王ということになるわけですよね。こういう流れにあるわけです。でここで大変興味深いことはですね、興味深いと言いますか、どれもこれも興味深いんですけどもね、要するに神と人間が織りなす別バージョンの人間史というのはですね、私たちが知っている、薄っぺらいあの活字と年号だけの歴史よりもはるかに奥が深くてですね、私たち人間そのものに、深く人間の心の方にですね深く入り込んでいる歴史ということになるわけですけども、ここで大変興味深いことにですね、バビロン、ペルセポリスからですね2本の線をナスカ高原に引いてみてください。その動画も今日の動画の中で紹介しておきましたから、ご覧になってください。その2本の線はスンブ狂わず1つのですね、プラットフォームへとつながっていきます。やや歪んだ長方形ということになるわけですけども、上の線と下の線、辺と重なるということですね。上の辺はですね、ペルセポリス、下の辺はバビロンを正確に示しています。そういうプラットフォームにつながっていきます。そしてそこへですね、今あのと言いますかね、現在ブッダの生まれ故郷と言われている、ルンビニからですね一本の線を引いてみてください。そのラインはですね、そのプラットフォームと、またこれまた
重なるんですね。プラットフォームのラインとは重なりませんけど、そのラインをですね、長大で細いラインですけども、そのプラットフォームへとつながっていきます。つまりこうしてですね、一つのプラットフォームに3箇所の拠点からのラインが集まるということです。つまりバビロン、ペルセポリス、そしてルンビニからのラインが集まるということですね。となると、まあ、林博士のライン理論、プラットフォーム理論ということになるわけですけども、この3社は相互に関係のある遺跡ということになるわけです。じゃあ誰とどのように関係あるかということなんですけども、ルンビニがブッダと関係あるということになりますとね、この3本のライン、3箇所の拠点をですね、ブッダと関係があるということになるわけです。というのはですね、ペルセポリスもですね、バビロンもブッダとは関係ないんですよね。しかしブッダからブッダのルンビニのラインがそこに来るということは、その3本の線はブッダと関係があるということになるわけです。じゃあどのように関係があるかということなんですよね。で、ブッダ2人説からまずは皆さんに説明したいと思いますけれども、ガンダーラで見つかっているブッダ像にはですね、2種類あります。これ2種類って言ってるのは私だけなんですけどもね、一つは、どこか女性っぽい体つきをしたブッダ像ですね、東博にあります釈迦立像などがその一例ということになるわけです。私たちもね、ブッダ像と言いますと、どこかふくよかで女性っぽい体つきのブッダを、想定しますよね。そのブッダと、でもう一人はガリッガリに痩せてですね、あの苦行中のブッダと言われているあのブッダ像なんですよね。これはどう見ても別人なんですよね。ところが別人って言わないで、ふくよかの方がブッダであり、そのガリッガリに痩せた方が、ブッダが苦行中をしている時の、様子を彫刻にして表したものだというふうに説明されているわけですが、本当にそうでしょうかということになるわけですけどもね。というのはですね、その苦行中のブッダ像の台座を見ていただきたいと思います。これほとんどのそういう図柄になってますから見てください。その苦行中のブッダの台座のところにはですね、ゾラスター教の神事の様子が彫り込まれていますね。一般論でより、一般論いわゆる作り上げられた人間史によればですね、ブッダは ネパール現在のね、あの周辺で、悟りを開いて、そして仏教を広めたということになっているわけです。つまり他の思想流れ、神の流れとは無関係のね、つまりその独自の、境地、独自の哲学を開いた、仏、神ということになるわけですけども、じゃあなぜ、苦行中のブッダの台座のところに、ゾラスター教の神事が様子が描かれているかということなんです。はい、おかしいですよ、おかしいでしょ。この謎、矛盾を解くためにはどうするかというとですね、つまり苦行中のブッダ像だけを見ればですね、そのブッダと言われているブッダはペルシャ出身だということがそれだけでも分かるわけです、ね、ネパールの、現在のルンビニでゾラスター教を信仰していたということになるわけですからね、それはありえないということですね。ヒューと飛んでですね、そしてそこにゾラスター教が広まったというのも、これまた考えるのもおかしな話ですからね。つまりこうしてそのブッダ像、ブッダという方がですね、2人いたという、林博士のブッダ2人説へとつながっていくわけです。繰り返しますと、ブッダは2人いたわけです。1人はガリガリのあのブッダ、それからもう1人はふくよかなブッダということになるわけですけども、そこでどういうふうに考えたらいいかということでつながっていくのが、今度はまたペルシャへ戻っていくわけです。で、ペルシャのですね、バビロンから、距離的にはかなり離れているんですけども、ベヒスツン山というのがあります。近くじゃありませんよ、カスピ海だったかなに抜ける街道沿いにあるわけですけども、その街道沿いの、岩山の中腹にですね、それはその山のことをベヒスツン山というんですけども、そのベヒスツン山の中腹にダリウス一世のね、先ほどから出てきますダリウス一世のレリーフが彫り込まれています。高さ150メートルの、絶壁のところに、彫り込まれているわけですけども、そこの壁画がまた大変奇妙なんですよね。ダリウス一世が一番左手に立ってですね、そして、捕虜たちをですね、後ろ手に縛って14人ですか、ゾロゾロゾロと縛って、そして
ダリウス一世は一人の人物を片足で抑え込んでいます、はい、いわゆる退治したということを表しているわけですよね、まあ、そういうレリーフがありますけれども、そのレリーフの上下にはですね、碑文、ペヒッスン語で碑文が彫り込まれています。でその碑文はですね、かなり前からもう解読されていたそうですけどもね、その一部がいわゆるヘロドゥトゥスの歴史の中にも、表されている、全く同じ文章が表されているということにもなっていますから、内容はもうすでに、まあ、ヘロドゥトゥスの時代から、まあ、知られていた、ギリシャのねヘロドゥトゥスの時代から知られていたということになるわけですけども、そこの中に、ゴータマ、ゴーマタという名前だそうですけども、ゴーマタというマギのことが書かれています。マギゴータマ、マギゴータマね、そのゴータマが、まあ、インドのね、ネパールのね、ルンビニあたりではゴータマになるわけですよね。そういうことなんですね、まあ、それはそれなんですけども、要するにどうやらマギ、ゴー、マタ、ゴータマはですね、ゴータマとゴーマタの違いは変音だと言われています。そのあたりでどうも、まあ、ゴッツンというかバビロンにですね、バビロンにゴーマタと言われているマギがいたということになるわけです。ここが大変重要なところなんですね。マギというのはゾラスター教の中でも最高官位の、まあ、官名であったわけですね、神官であったわけです。つまり神と直接話をする人、星を見る人という意味でね、マギというわけです。マギイコール最高位の神官ということになるんです。それが正確ですね、であったわけです。となるとそのゴーマタというのは誰かということになってきて、はい、ネパールのいわゆる、まあ、ブッダの本名か生と重なっていくわけですね。ブッダはですね、シッダルタ・ゴータマというふうに、まあ、ネパールでは現在の今でも呼ばれています。シッダルタ・ゴータマですね。でお父さんがソダナ・ゴータマということになってくるわけです。でこのゴータマとゴーマタがつながっていくわけです。となりますと、皆さんはそんなのただの偶然じゃないのかと、ゴータマとゴーマタ名前もちょっとだけだけども違うじゃないかというふうに考えられるかもしれませんけども、実はそのあたりはスキタイ人の支配下にあったわけですね。紀元前500年前後にはですね、スキタイ人、スキタイ人のまたの名をサカ族、サカ族と言いました。むしろ現代の今もですね、むしろスキタイ人なんていう言い方ではなくてですね、サカ族という名前の方が通名と言いますか、よく知られた名前ということになるわけです。サカ族、すなわち釈迦族へとつながっていくわけですよね。つまり私たちがブッダのことを日本では釈迦、釈迦と言いますでしょ。その釈迦族の釈迦と釈迦とつながっていくわけです。でその証拠がですね、先ほど言いましたベヒスズンダンの中腹に描かれているそのレリーフということになるわけです。向かって一番左側にですね、ダリウス一世が彫り込まれています。そしてそのズラズラザッと捕虜が並んでますけれども、最後尾に三角のね、とんがり帽子をかぶった人物がやはりつながっています。後ろ手に、まあ、ロープのようなものでね、つながれています。そしてダリウス一世はですね、足でガンと人物、ある人物を踏みつけています。その人物が実はゴータマだったんですね、はい、つまりですね、ダリウス一世はゴータマを退治して蔵に着いたということを、まあ、そのような形で、まあレリーフとして残したということになるわけです。じゃあそのゴータマは誰かということになりますと、先ほど言いましたそのレリーフの一番最高尾でですね、三角帽子をかぶっている人物こそがですね、実はサカ族だったわけです。でサカ族を調べてみるとですね、サカ族というのはちょっと一風変わったと言いますか、独特な帽子をかぶっていたみたいですね。それが先にグーンととんがった、まあ、三角帽子であったわけです。つまりですね、そのレリーフはですね、サカ族を、まあ、抑え込んで、そして位についたダリウス一世を象徴って言いますか、を表した、象徴じゃありませんね、を表したレリーフということになるわけです。じゃあ足の下で踏みつけている人物は誰かということなんですけども、その碑文によれば、いわゆる、まあ、ソダナ・ゴータマということになるわけです。つまり私たちがブッダと呼んでいるその方のお父さんということになるわけですよね。じゃあなぜソダナ・ゴータマがそこで足で踏んづけられているかということなんですけども、そのあたりはハーヴェイ・クラフトという方がですね、もう5、6年前に本を出されて、
で全米、アメリカでもですね、有料、再有料しようとってことで、何年か、2年か3年にわたってですね、選定されて、まあ、いるような、まあ、素晴らしい本ということになるわけですけども、その中でハーヴェイ・クラフトがですね、つまりダリウスに、まあ、その足で踏みつけられているのはストダナ・ゴータマであるということまで位置づけているわけです。じゃあなぜストダナ・ゴータマがそのように足で踏みつけられているかというとですね、つまり、まあ、ダリウス一世の碑文によればですよ、ゴータマがですね、先ほど言いましたキュルス一世、それからカンピュセス二世の後にね、まあ、いわゆるまあ騙してですね、いわゆるその弟の、ね、スメルナオになりすましてね、そしてその、位につこうとしたなりすまし者、すなわち強奪者ということで、まあ、そのダリウス一世がそのストダナ・ゴータマを、まあ、退治したといいますか、征伐したということになるからなんですね。つまりダリウス一世はストダナ・ゴータマをですね、悪者にすることによって、そして自分がそのゴータマを征伐して、そして自分が蔵についたということを表した、まあ、レリーフということになるわけです。先ほどのね、ベヒスズン山の、中腹に書かれているそのレリーフはそういうレリーフであるというふうに、まあ、碑文の中に書いてあるわけです。で、まあ、そのレリーフによればですね、まあ、ゴータマを大変口汚く悪く書いているわけです。それは当然ですよね。ダリウス一世がその碑文を、まあ、碑文といいますか、そのレリーフを作った本人ですからね。まあ、ともかくもそこで私たちがブッダと呼んでいるそのお父さんのゴータマとダリウス一世の接点がそこで生まれてくるわけです。すなわちもっと簡単に言えばですね、仏教、あれ私たちが仏教と呼んでいる、まあ、仏教ですよね。それは二人のブッダによって、まあ、作られた哲学思想であるということになるわけです。つまりですね、ストダナ・ゴータマという父、それから息子のシッダルタ・ゴータマという息子、私たちがブッダと呼んでいる方なんですね。そのシッダルタという名前もですね、ペルシャ語の方から、ペルシャから来ているというわけです。で、セダアルタという、まあ、言葉があるんですけども、セダアルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、そのセダアルタゴータマがですね、まあ、それはお父さんがね、お父さんがそのですからペルシャから逃げて現在の、まあ、ネパールあたりへやってきてですね、そして、まあ、女性、まあ、その女性は人間だったそうですけども、まあ、ヤーンという、まあ、女性と結婚してですね、そして、まあ、そのブッダを産み落としたということになっているわけです。まあ、そういうところからですね、そのシッダルタの名前の、まあ、名付け親は当然お父さんのストダーナということになるわけです。で、お父さんはペルシャ出身ですから、ペルシャ語を使ってセダアルタ、ゴータマ、セダアルタという名前をつけたわけですね。そのセダアルタが訛ってシッダアルタになっていったっていう説なんですよね。大変こう、なんて言いますか、はい、矛盾のない説明だと思います。そしてセッダアルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、その名前で自分の息子のを呼んだということになるわけです。こうしてブッダが生まれるわけですよね。私たちがブッダと呼んでいるブッダがこうして生まれるわけです。となるとブッダは2人ということになるわけですね。と同時にですね、このストダナ・ゴータマというのは半神半人です。マギです。いわゆる、まあ、ゾラスター教の、まあ、最高位の神官であったわけですよね。つまりそこで重要なことはですね、ここが、まあ、皆さん驚かれると思いますけども、マギというのは固有名詞なんですね。もともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれてたんですよね、はい、しかし、まあ、ゾロアスターという神官が広めたからゾラスター教となった。で、現在私たちはゾラスター教と呼んでますけどもね、あるいはザラスストラ、これは両方とも2人同じ神です。まあ、でゾラスターはマギだったんですよね。でザラスターも当然マギですよね。まあ、古代ペルシャにおいてはですね、国といいますか、民族といいますかね、言語によって神の名前を、まあ、いろいろ変えたというか変えることが、まあ、普通だったみたいですね。同じ神なんだけども、あるところではゾラスターと呼び、また別のところではザラスストラというふうに呼んでいるわけです。ツワウストラなんて言いますね。ドイツ、今現在のドイツなんかではツワウストラっていうのがありますね。ツワウストラは書く語りけりっていうのがありますでしょ、そんなのね。それから
あの2001年宇宙の旅のね、最初に30話音が出てきますね。パーン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 ってね、パーン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 って出てきますね。あの30話音っていうのはもともとはトルコの行進曲なんですよ。まあ、それは余計なことですけどもね、はい。まあ、要するにザラスストラっていうのも その流れの中から名前が出てくるわけです。ところがマギっていうのはですね、固有名詞なんですね。キリスト教の方ではそれじゃまずいということで普通名詞ということにしてますけどもね、いわゆるまあキリスト誕生の時にやってきた3人のマギなんてね、3人もマギがいたのかってことになりますけども、マギっていうのは1人なんですね。そうなりますと、まあ、そのいわゆるまあ少なくとも紀元前500年以前にはマギっていう名前は2度しか出てきていないんですよね。一つはゾラスター教の教典の中のマギ、マギ教ですから当然ですよね。でもう一回はいわゆるストダネゴータマの会員の名前のマギ、ゾラスターのマギですよね。となるとですね、いわゆるストダネゴータマがマギってことになりますと、一人ということになりますとね、ここが重要ですよ。いわゆるブッダのお父さんのストダネガウマタはですね、イコールゾラスターとなっていくわけです。ですからバビロン周辺ではゾラスターと呼び、またその周辺ではザラスターと呼び、そして同じ人物なんだけれども、現在のネパールのブッダの生まれ故郷と言われているところではストダーナというふうに呼ばれているというふうになってくるわけです。つまりブッダのお父さんはゾラスター教の最高位の神官であったということになってくるわけです。またの名をゾラスタ、またの名をザラスストラってことになってくるわけですよね。でそこでそのなんて言いますかね、いわゆるマリア教の方ではそれではまずいということでですね、マギっていうのはマグスの複数形であるというようなトンチンカンな説明も今してるみたいですね。ギリシャ語でギリシャ語を持って引っ張ってきてですね、マギは固有名詞で一人だってことを分かっていてもですよ、マグスっていう言葉があってその複数形だっていうわけですよね。はい、でマギって言いますと皆さん私そんな言葉知らないというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、マギっていうのはマジックとかね、マジシャンとかいろいろありますでしょ。あの語源にもなっているんですよ。はい、その言葉がどうして複数形なのかってことにもなってくるわけですけどもね。あるいはもっと言うとマギ教っていうゾラスター教のもともとの名前はマギ教ですからね、もともとマギ教という名前であるならば、なぜマギ教という名前が複数形かということになるわけです。どこの誰が自分の宗教団体の、ね、名前を複数形で書くかって書くはずもありませんよね。ですから、まあ、マグスがマギ教の単数形であり、マギはマグスの複数形であるというような説明は、まあ、これはもう全然、まあはい、相手にならないと言いますか、まあ、無視していい話ということになります。皆さんも、ね、どこかでそういう話出てくると思いますからね、マギ教を調べていますといるとですね、ですからそれを注意していただきたいと思うんですけども、要するにそういう形で仏教のルーツとですね、それからゾラスターとつながる、ゾラスター教、現在の私たちはゾラスター教という名前の方がよく知ってますけどもね、つながっていくわけです。となるとですね、ブッダ、私たちがブッダと呼んでいるブッダの方が上なのか、その父親のストダネ・ゴータマの方が上なのかというと、当然お父さんの方がまあ上なんですよね。そうでしょ、流れからして。で息子の方はむしろお父さんからいろいろ教わって仏教を広めたということになるわけです。もっとはっきり言えばですね、仏教の原点というのは父親のストダネ・ゴータマが開いて、そしてその父親の意思哲学を引き継いでそれを広めたのがブッダというふうになっていくわけです。いわゆるシッダ・アルダ・ゴータマとつながっていくわけですね。あるいはセッダ・アルダ・ゴータマでもいいわけですけどもね、こうして宗教が一つにまとまっていくということです。まあ、ともかくもストダネ・ゴータマはダリウスの策略、まあ、その深い内容についてはですね、ハーヴェイ・クラフトの本の要約版をですね、全文訳してね、私の動画のどこかで説明してますから、また動画をご覧になってください。全部翻訳しましたよ。まあ、日本人の私たちにとってはとても重要な部分ですからね。まあ、要するに話をぐんと戻しますと、ブッダは2人いたということです。父親のストダネ・ゴータマと、そしてもう1人息子のシッダルタ・ゴータマということになるわけですよね。で話を戻しますと、ストダネ・ゴータマは、まあ、バビロンを追われて現在のネパールへやってくるわけです。でその後ダリウス一世、大変まあね策略家で、はい、腹黒い男だったというふうに私は考えています。というのもですね、
キュリオス2世がですね、エジプト攻略の折にですね、帰りにそのキュリオス2世が、まあ、事故で亡くなったと言いますけれども、その途中で私はダリウス1世がですね、そのキュリオス、カンブス、ごめんなさい、カンブセスです、カンブセス2世がですね、キュリオスの息子のカンブセス2世がエジプトへ遠征に行ったその途中で急死するわけですよね、亡くなるわけです。でそれについて私はその裏でね、ダリウス1世、その当時ダリウス1世はカンブセス2世のやりもちだったというふうに、まあ、記録には残っています。まあ、はっきり言えば護衛官だったんですよね。ですからそのダリウス1世がですね、まあ、その後ダリウス1世という名前を名を語るようになるわけですけども、ダリウス1世がですね、その途中でカンブセス2世を倒したところで何らおかしくないということになります。そして、まあ、その何て言いますかね、その間に、位を乗っ取ろうとしたスソダナゴータマを退治した、征伐して位についたということになるわけですね。紀元前520年ですね。まあ、そういう流れなんですね。でそこで3箇所の名前が出てくるわけです。バビロン、なあちキュリオス1世、カンブセス2世、それから、ゴータマ、ごめん、あのゴーマダゴータマ、でも、ね、大変紛らしい名前ですよね、読み名なんですけども、ね、要するにスソダナゴータマ、それからダリウスも当然バビロンにいたわけですね。そこにマルトクが主神として祀られていたということなんですね。こうして、まあ、マルトクは現在の、ね、私たちの生活にも密接に関係してきています。それについてはまた長い話になりますから、ここでは今日は省略しますけども、まあ、そういうことなんですね。はい、まあ、ともかくそのマルトクという名前もそこで出てくるわけです。はい、ということでバビロンと、まあ、そのペルセポリス、ペルセポリスはダリウス1世が、まあ、即位した、まあ、築城したということになるわけですね。日本風に言えばでね。そしてそこに居を構えた、そのペルセポリスと、それからバビロンと、そして、ブッダの生まれ故郷と言われている、ネパールに、現在ネパールの、ルンビーがつながったということになるわけです。そしてそのそれぞれの拠点からですね、引いたラインはナスカで一つのプラットフォームにつながります。これは3本ともきれいにつながりますからね、皆さん、これは偶然じゃありませんよ。となるとそのプラットフォームは何を表しているかと言いますと、つまりはブッダの歴史そのものを表しているということになるわけです。つまりナスカラインというのはですね、つまり、神々あるいは、まあ、地球史ですよね。まさに神と地球、人間の地球史そのものを、表した、線によるね、ラインによる歴史書ということになるわけです。逆に言いますとね、ナスカラインを丁寧に分析していくとですね、 今はまだあれ今まで不明だった拠点の意味謎がですね、ナスカ理論を逆に応用することによって解けるということです。つまり先ほど言いましたようにルンビニのラインとペルセポリスのラインと、それからバビロンのラインが一つの滑走路にきれいに集まっているということは、逆に考えますとその3箇所は関係し合っている。誰と何と関係し合っているかといいますと、ブッダとそれから仏教と関係があるということになってくるわけです。他の可能性はないですからね。そうでしょ、ダリウスは、ね、あのルンビニとは関係ありませんしね、ダリウスはバビロンとは関係がある。じゃあキュリオス1世、カンブセス1世はバビロンとは関係ありますけれども、ルンビニとは関係ない。しかしルンビニはペルセポリスとも、またバビロンとも関係があるということになってきますと、その3本のラインは何を表しているかといいますと、まあ、ごめんなさい、が集まっているプラットフォームは何を表しているかというと、つまりは、まあ、ブッダと関係があるということを表している、イコールブッダの生まれ故郷は、ブッダの生まれ故郷はルンビニです。ごめんなさい、ブッダのお父さんの生まれ故郷はバビロンであるということにつながっていくわけです。まあ、これはあのナスカ理論の応用ということになるわけですけどもね、まあ、こうしてつながっていくということです。もうこうなりますと、じゃあ仏教とザラスター教がここで直につながるわけですよね。でマルドクっていうのは、まあ、何度も言いますけども、現在私たちがイエスと言い続けている神へとつながっていくわけです。バホメトへとつながっていくわけです。はい、そしてゾラスター教とつながっていくわけですね。そしてそのミトラ教、いわゆる弥勒菩薩教へともつながっていくんですよ。そうでしょ、ゾラスター教の当時祭の日に母アナヒーターが処女解体で儲けた子供が、馬屋で生まれた子供がですね、ミトラということになってきますから、ミトラ教ともつながっていくわけです。はい、それに対抗して生まれたのがマリア教ということになるわけです。
イナンナとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げていくわけですよね。まあ、マリア教を立ち上げていくわけです。まあ、キリスト教と言いましてもね、私、皆さんもは、これ余計なことかもしれませんけども、やっぱりキリスト教とマリア教とははっきり分けるべきですね。でないと頭が混乱しますからね。私も随分随分ね、混乱した覚えがあるんですよ。現在のマリア教、すなわちローマンカトリックにはキリストの木の字のなければね、はい、イエスの命もないということになります。マリア教ですね、純然たるマリア教、最初から現在に至るまでマリア教だということですね。はい、まあ、そういうふうに分けないと、ね、混乱しますから、まあ、あえてマリア教というふうに、位置づけています。はい、まあ、それはそれなんですけども、そういうふうにつながっていくということですね。そしてアナヒータ、母アナヒータいますよね。ミトラを見落としたアナヒータというのが、私はいわゆる、イスラムの方では、ガブリエルというふうに位置づけてますけども、じゃあそのガブリエルは、それにふさわしい女神は誰かといったらアナヒータしかいないんですよね。はい、消去法でいきますと、となりますとアナヒーターから今度はイスラム教へとつながっていくわけです。先ほど言いましたように、世界の神々がですね、ここで全部一つにまとまるんですよ。その中心核はね、バビロンということになるわけですけども、バビロンはね、本当に今も廃墟中の廃墟になってますから、跡形もありませんけどもね、はい、そういうところもありまして、私は現在のペルセポリス、ペルセポリスバビロンですね、ペルセポリスがその中でも中心的な位置にあるというふうに判断しています。そのペルセポリスに焦点を当ててですね、はい、今日は5本でしたかね、先ほどまでに5本、編集冒頭部分、それから内容を少し変えましてね、編集し直して皆さんにお届けしました。ペルセポリスです。当初ね、これからちょっと流しますけども、この音楽を入れようかなと思ったんですけども、音楽といいますかね、場面を入れようかなと思って、長すぎたもんですから、カットしたもんですから、その部分をこの直後に入れておきます。皆さんのね、なんて言いますかね、思いをですね、一度ペルセポリスのに馳せらせて見られたらいかがでしょうか。ブッダのね、お父さんのストダナと深く関係して、ペルセポリスそのものにはね、ブッダはブッダのお父さん言ってませんけどもね、と関係している、宗教的には関係しているということになるわけです。はい、ではその、今日ごめんなさいね、半分うとうと眠りながら話しているところありますから、自分でも何を話しているのかわからないでますかね、うまく話がまとまらなかったかもしれませんけども、そういう視点でね、今日の動画をご覧いただけますとね、ペルセポリスというものはどういう、人間の歴史にとってね、場所であるかということを皆さんにも理解していただけると思います。では今日はこれで失礼します。バイバイ。